久保さん、この前365日ね、ブログ更新できましたっていうお客さん、対談決まりました。いいっす。まあ、今回はね、ビジネスは交渉だと。ビジネスは交渉。まあ、そっか塾もね、交渉から始まってますよ、みたいなね。久保さんが言いますけど、あのー、交渉すぐすることですね。うーん。要は僕の場合は、そのー、 札束をね、バンって並べてね、うーん、なんか、お金持ってますよとか、金持ちですよとかね、大豪邸に住んで、金持ちですよとか、あと、タワーマンションに住んで、金持ちですよみたいな、全然やってないです。だ普通に見たらわ、普通に見たら分かんないですよね。こいつ何やってんのかよく分かんないですよね。でも、絵的に言うと、大富豪に住んでて、うわーみたいにやってると、あ、なんかこの人成功した人なのかなっていう、誰が見ても、小学生でも分かりますよね。 でも僕は小学生が誰が見ても分かんないですよ。この人何やってんのみたいな。なんで、その上でエビデンスは必要なんですよ。r ライザップ方式を使ってます。ライザップってライザップの会社がすごいぞって言ってるわけではないですよね。ライザップの場合は、 えっと、ライズアップに参加したお客さんがビフォーアフターでこうなりましたっていうエビデンスを使って CM 広告出してると思うんですけど僕もそうでお客さんがうまくいったらすぐ交渉してじゃあ音声対談取れませんかとか何か対談取れませんかって言ってそれを、えー、使います、うん、だから僕何者やねんっていうところをあのー なお客さんに知ってもらうためにはそれが僕には必要ですよね。で、それやんなかったら、わあ、俺も金持ってるぜみたいなやらないと分かんないですよ。やっぱ、あの、いくら言っててもね、あの、証拠がみんな欲しいんで。うん。で、久保さんのね、すごい上手いなと思ったのが、一軒家買っちまったらもうこれもう、誰でも分かる証拠だろうみたいなね。確かにな、みたいなね <laughs>。一軒家買いましたとかね。 あそれ、わかりやすいですよね。<laughs> 一軒家買いましたっていう。あの一、現金一括で一軒買いました。あの、月々の支払いないですみたいな。皆さん、ローンで苦しめられてるでしょみたいな。僕一括で買いましたみたいな。わかりやすいですよね。うん。なんで、ね、最近また車、セルシオスか、久保さん買うみたいですけど。まあでもそれをね、なんか、なんだ。 そんな意図的にね、なんかプロモーションで久保さんは使ってないと思いますけど。まあ、あとはなんだろうな、あの、話を戻すと、まあ、ビジネスは交渉しないといけないと。だから、例えば、うーん、まあ、サポート受けるにしても、値段交渉にしてもああ、ビジネスの交渉にしても、自分からこのオファーをかけるってことですね。これをしないと、だから面接もそうじゃないですか。 オファーみたいなもう交渉でですすよねねど,どうですか,、ね、だか面接という単語くくりですけども自分っていうアピールをその企業さんにね、えー、して知ってもらって交渉して自分を採用してもらうこれも交渉ですよねい言い換えればだからまあ面接っていうくくりになっちゃってるんでちょっとそういう概念じゃないかもしれないですけどもそれができないとビジネスって多分難しいと思います交渉ができないっていうような うんまあ、ドン・キホーテ行くとね、バイヤー熱血仕入れとか交渉してこんな安くしましたとかね、あなたの目の前,目の前にある商品っていうのは、バイヤーとか問屋さんとかわかんないですけど、そのスーパーの人とかが交渉して仕入れてるんですよ。ちょ、うちにそれをちょっと入れてくれないかとかね、その美味しい魚があったとしたら、ちょっとうちにも入れてくれないかとかね、交渉してるわけですよ。で、それが並んでるわけですよね。 で自分がビジネスするってなった場合、それを自分がしないといけないんですよね。でも多くの人は自分でビジネスをするという感覚、えー、意識がないので、まあ、交渉しないというとこなんですよね。セミナー、セミナーか、ね、久保さんもいっぱいセミナーやられてきたんでわかると思いますけど、セミナーにただ聞きに来てるみたいなね。セミナーに参加して交渉しに来る人いないですからね。久保さんの頭のいいところはこ、このコミュニティに入って、このコミュニティを使ったるみたいなね。 学ぶじゃなくて使うみたいなね。使い倒すみたいな。そこで有名になるみたいなね。コメント。だから久保さんは何のスキルもなかったけど、交渉というかね、そのビジネスのあれはあったわけですよ。コメント書くみたいなね。広島の久保ですみたいなね。<laughs> でも最初そこからですからね。広島の久保コメントから億万長者ですからね。でもビジネスで一番大事な、そのまあ、目立たないといけないですよね。知ってもらわないといけないですよね。覚えてもらわないといけないですよね。どうすか え、トヨタもね、いやトヨタもだいぶ知ってるじゃないですか。でも CM 流すじゃないですか。え、トヨタし知らない人っています今。多分日本探してもトヨタを知りませんっていう人は多分いないと思います。知名度あります。知名度あるけど CM ずっと流すじゃないですか。広告どんどん流しますよね。新商品出ましたと。確かにまあトヨタっていうね、会社は知ってるけど、新商品が出た時はわかんないわけですよ。それが知られないとね。だからこんな、だから今度ね、あ、そうそう、トヨタで思い出した。 youtube でもこれ出してましたけど、あの、ランクルですよ。ランクルの新製品出したらしいんですよ。で、その10年後しか20年後しかわかんないですけど、ランクルのあれが出たんですよ、今回。まあ僕見ちゃいましたけどね。ランクルすごいんですよ。うん、あの、すごいです。多分世界の中でもランクルしか走れないみたいなね。なんかそういうのあるんですよ。だから、さバクとかもうランクルブワー走ってる映像見ましたけど。 なんかね、でもね、昔の僕、ランクルの方が好きですね。なんか、なんか、まあ、今寄りになってるんでしょうがないですけど、なんか、ランクルは昔の、なんか、昔のやつの方がランクルみたいな感じですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、ビジネスやる場合は知ってもらわないといけないですし、覚えてもらわないといけないですし、あと、交渉するっていうのが必要ですね。交渉してみてください。久保さんに。久保さんに <laughs>。久保さんに交渉すれば入れますよ。そっか塾。 あのー、まあ、その交渉次第ですけどね、この交渉の腕が必要ですけど、久保さんも言ってますからね、3万円ないっていう人はね、前言ってた3万円ないっていう人は1000円みたいなね、<laughs> それは交渉ですよ。じゃあなんで、あのー、それしか払えないのかとか、まあ、それはもう頑張ってください。交渉してください。はい。まあ、ということで、交渉次第で道は開けるということでございます。いってらっしゃい。